え、ここが開くの？そこが開くの？ここが開くんですね。せっかくなんでエンジンの音も聞いてもいいですか？会長じゃないですか。はい、山中さん、はい、今回は愛車紹介のコーナーですか？はい、今日ですね、はい、どうしても気になる1台があったので、ぜひちょっと取材させていただけないかということで、はい、オルタナさんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ひろきさん、お知り合いということで。そうですね、一回神戸でも会ってますし、そうです、ね、なんかオフ会やった時にその時はロールスロイスで来てもらったんですけど、このロールスロイスもね、またいい味出てるんですよね。まあそうですね、四角いのが好きなんで。ああ、なんかもうね、センスが光るんですよ、オルタナさんの持ってる車が基本的に。で、今回あの SVX ということで、ちょっともう思いの不調も全てぶつけていただこうかなと。ちなみにこれ見ると、まあ、ホイールだったりとかリアフェンダースパッツだったり結構 いろいろ気になるポイントあるんですけれども、はい、ちなみに買われてからどんなところをカスタムされてますか？買った時は純正なので。あ、なるほど。超純正だったんで、はいはいはい、まあ、そっからの変更点ですね、まあ、無限にあります。無限にある。無限にあります、ね、特にここみたいな。まあ、やっぱスパッツ。あ、スパッツ。スパッツはすごい大きくて、ね、はいはいはい、自動車部で、はい、大学今出てて6年間自動車部やってたんですけど、はいはいはい、その板金屋、世話になってる板金屋いるじゃないですか、はいはいはい、こうレースとか出ててひっくり返ったやつを安くやってくれるところ、はい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 、で関西出身で関東に出てくるってなった時にこう何か面白いものを作ってもらおうと思って、はいはいはい、ワオで。そうそうそう。1年ぐらいかけて、暇な時にやってもらったって、えらい時間かかったんですけど、まあこういう形ですごいっすね。なんか本当にある意味これがまた合ってるんですよね。そうです、 SVX にこのちょっと面白いかなと思って。いや、めっちゃ面白いですね。いや、すごい。ちょっと内装もじゃあ、そうですね、見て。そうですね、はい、拝見させてください。なんかちょっと時代を感じつつも、その昔の良き時代の車っていう感じがすごい伝わってきますね。でもなんか初代のアルシオネに比べるとだいぶ進化しましたね。そうですね、初代のやつって本当にここになんかこう、なんて言うんでしょうね、こう本当ファミコンみたいなピコピコピコンっていうのがついてます。正直それが欲しかったんですけど。あ、そうなんですか。なんていうか普通になっちゃったっていうか、はいはい。でも何年ぐらい違うんですか、初代とこの SVX で。3、4年。そうですよね、ぐらいです。全然離れてないのに全然メーターが、はいね、逆に言ってしまえばもうこのメーターになってからは多分2005年ぐらいまではずっと同じような感じだったんで、はい、あ、いいですね。なんかこれビビオのビストロ、俺もこのハンドルでしたね。そうなんですか。ピッピッてやるんですよね。そうそうそう。でも俺なんかたまにアース不良でならないんですけど、たまにこう雨でこう濡れると多分通電してピッてなるんですよ。懐かしい。これピッと押すとなるんですよ、ね、そうです。サイドブレーキもこのカチンっていうタイプの。そうですね、全然へたってる感じがないですよね。それがその後期の布のシートで、はい、 はい、この車前期なんで、あ、革が純正になるんですけど。あ、じゃあこの後ろのこの革の感じが前。あ、そうです、後ろの革が純正です。すごいですね。窓開けますか？あ、ぜひ。え、窓が開くんですか？ちょっとキーオンにします、はい。確かに特殊な形ちょっとしてますよね。確かに後ろはどこが開くんだこれ。え、おお、ここが開くの？そこが開くんだ。ここが開くんですね。へえ、面白い。まあ、あと気になったのはこれクルーズってもしかしてクルーズコントロールのボタンですか？あ、そうです、クルコンついてます。クルコンついてるんですか？はい、ついてます。さて、電動のさ、リクライニングのあれもついてるんですよ、この年式で。あ、そうですね、いろいろ至れり尽くせり、オートライトとか。あ、確かに。まあ、ワイパーも速度感応なんで、はいはい、40キロ以上になると速くなったりとか。すげえ。じゃあ結構当時の高級車的な位置づけですよね。高級車です。お、前期の上級モデルになるんで。ああ、なるほど。まあ、全部ついてて、はいはい、4WS なんですよこの車。え、あ、4WS なんですか？すげえ。なんか壊れたらややこしいですね、4WS ね。多分壊れました。いや、壊れてる。あ、まだ壊れてない。あ、コンピューターは一応ぶっ壊れたんでオーバーホールしました。逆にコンピューターがですか？コンピューターは自分で開けて、はいはいはい、ハンダやり直しましたね。なるほど、すごい。ヨキさん、エンジンルームも僕見たいなと思ったんですけど。あ、そうですね。いや、その前に俺なんかね、ここに、ね、平成ヒーローの、そう、僕もね、あのね、これ絶対触れてほしいだろうなと思ってたんですけど、これ見逃しにね、置いてあって、何かなと思ったらなんか映ってるんですよね。ここに映ってるんですよね。似たような車が、はい、これ見えますかね、これ。そうですね、ちょっとすごいじゃないですか。取材をさせて、平成ヒーローズ。はい、
そもそもこの車が平成だってことに俺は驚きなんですけどね。そうですね。ギリギリ平成ですか。そうですよね。ということで、オルタナさんがこう出てる雑誌がありますので、ぜひ皆さん購入いただいて。見開きもあるんですよ、ちゃんと。お、見開き。そうです。お願いします。こういう感じで。すごいすごいすごい。やってもらって。これっすよ。これすごいよ。バブルが生んだ奇跡って。すげえバブリーなこうセリフが書かれてます。そうですね。ありがたい感じですね。はい、これは。ありがとうございます。すいません。はい。ぜひ。じゃあエンジンルームを。6発だからね、6発あんま見ないっすよ。ほっ、あれダンパーでしたっけ。ダンパーです、はい、あ、この頃ダンパーでしたっけ。ダンパーです。やっぱ高級車だ。まあ診断で CX-5 純正ですけど。あー、なるほど。流用してます。すげー、なんか色がこれ塗装しましたね。これオルタですよね。あ、そうです、そうです。あの20年4月に俺がオーバーホールしたっていう、まあ、これ記録。あ、なるほど。オーバーホールできるんですか、オルタって。そもそも、あ、まあできます、ハンダで。ああ、なるほどなるほど。多分めっちゃ硬いんで、ちょっと二度としないです、おすすめしないですね。おすすめしないです。いや、6発見てください、このごつい鋳物のインテークマニホールド、なかなか見ないですからね。見ないですね。これ積んでるのって、あと何がありました、レガシーとかでしたっけ。レガシーのどっかのグレードが、レガシーのそのアウトバックとか。ああ、そうです、6キットとはあるんですけど、はいはい、あれは樹脂なんで。あー、なるほど。アルミの芋のこれしかないです。おー、またバッテリーも大きいですね。でかいですね。至れり尽くせりついてるとやっぱバッテリーも大きくなるんですね。いやいやいや、まあでも俺思ったより全然綺麗ですよ、エンジンルーム内。なんかもうちょっとなんかオイルで飛び散ってるかなと思ったんですけど、全然綺麗ですね。ちょっとまあいろいろやってはいるんで。あー、なるほど。 EG33 って言うんだ。初めて見た EG33 のブロックなんて。すいません、ありがとうございます。はい、せっかくなんでエンジンの音も聞いてもいいですか。全然。はい、なかなか聞いたことなかなかあるしよ、そもそもね。ないですよ。はい、会長じゃないですか。めちゃくちゃ静かっすね。いや、なんか上品な音で。何がいいって、この頃デンスロじゃないんで、こうスロットの裏でやるとここでエンジン吹かせるっていうのがいいですね。あるあるですね、ワイヤースロットの。そうですね。わあ、すごい。ちょっとマフラーどんな感じですか。マフラーは、これマフラーもいじってあります。そうですね、マフラーもチョッパンになりますね。直感直感にしちゃう、ずいぶん2つ塞いでて。ああ、じゃあこれ、ね、抜いたらえらいことになります、ね、ちょっとしんどいですね。なるほど、しんどいけど直感にしたみたいな。ちなみにライトとか見ます。ああ、見ます。ちょっとライトも、おぜひぜひ。1本光ってます。すげえ。ちょっとやりたかった。真ん中光らないですもんね。え、そうですね。これも作ったんですか。ワンオフで。ああ、作りました。光ると思わなかった。すごいっすね。え、これ業者でやってくれるところあるんですか。いや、自分でです。基本ほとんど自分でやってるんで、滑って、はいはいはい、カスタムは。え、これどうやったんですか。ここの、あの中にバー入ってくれます。あ、バー。あー、なるほど。そうです。すげえ、うん、あ、ここのデザインはもともとこういうデザイン。そうです。あ、それでか。いや、これまで作ったんかなと思って。光らせてくれみたいなデザインじゃないですか。確かに、確かにそうですね。わあ、面白い。他にあります、なんかワンオフ。そう、後ろも一本です。ああ、そっか。あ、本当だ。全部光ってる。そうです。いいじゃないですか。そんな感じで、はいはい、光らせてます、はい、すごい。はい、はい、ということで、このままやると朝までになってしまいそうなので、ここでそうですね、オルタナさんの、SVX 素晴らしい車の紹介のコーナーは終わりにしたいかなと思いますけど、最後に一言、あの全国のアルシオーネユーザーに一言お願いします。一言ですか。一言でまとめてください。一言で、はい、一言、まあ、部品ももうほとんどなくなっていくこのご時世ですが、はい、素晴らしい車、かっこいい、うんうん、確かに。そう、かっこいいんで、はい、もうこれからも頑張って乗っていこうと思いますんで、はい、皆さんも頑張って乗っていきましょうっていう。はい、そうですね。維持してね、あと10年後、ね、20年後この状態でまたね、皆さんと一緒に会えることを祈っております。そうですね。皆さん、またありがとうございました、はい、今回は。あ、いえいえ、はい、またよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。
車のことならアヘッドモーターサービス。あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。改造車買取専門店、改造車買取本舗。高価査定、カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分。改造車買取本舗で検索。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。